私は最初迷った時でそっちだったんだけど、そうだった、そっちの顔わかる、うん、わかるけど全部の名前わかんない、その親のなんとかなんとか、いやー親とかいい経験してるな、なんとかもやった死んだと思ったわけかもしれない。今やばい。俺でも。超有名な猫での本。超有名なランコルティの部屋。そうそうそう。俺も見たことある。みんなね、ランコルティみたいな。はい。削らしたぞ。やば、ちょっと二人いけない。ドミナカうまいな。
やばい。入るの？ね、回線なんで知ってんの？嘘。あれって学習でできるもん。なんで終えるのあれ？ああ。なんであれ冷静に追っかけるの？やばい。そこに来るって知ってるの？やばい。マーカーついてるじゃん、マーカー。ジャケなんて。嘘だろ。次元が違うんで、だって威力の回転も意味わかんないな。今のやばい。いや今のやばい。今のガチだ。なんであれで体の距離保てんの？あれあやってっつって。次元が違うんだ。瞬間的に。あやって。なんで距離感保てるの？マジでやばいよ。取ろうと思ったら取れちゃうってこと。負けだわマジで。うわあ。それはわからんわ。マシエルのいた。それは先に言ってくれんとね。ただいまプレーをしているのが右の選手が世界8位のファニー・メイデス選手で、こちら左の選手が対するは我らがハシエル、そして我らが富永さんです。みんな多分180センチぐらいありそうですね。うわぁぁ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 おみなか、おまえ、おみなかちょっと大舞台強いね。メンタルぶれないんでやつ。すごいよ。初めてレベルの。わかりやすいです。
これ打つんじゃない？いやもう外に出すだけの簡単なお仕事だったな。めっちゃ難しいですもんね。なんかスイング違うんですかね。スイングスピードあんなにいらないもん。ね、シュッと手首だね。シュッって言ってますもんね。もうゴリゴリに振らなきゃ出ないもんかなと思ってやってる。出方の問題なんだよ。さっきから富永ファーストボレーがまず秀逸だ。まず秀逸だ。普通に富永のスーパープレーションするみたいから。ミスの少なさ、本当すごい。
そうね。死ぬほど。YouTube、YouTube めちゃくちゃ。データ収集が。焦るのデータもほぼないんで。奥。マポ？やばいマポロ。プレッシャーかかる。リターンしなきゃ。イエスっぽい。あれ出すのがイエスっぽい。YouTube でしか見たことないですね。やばー。ちょっと映さないで。仕事中か。やべ。いやー、最後イエスさんあったな。